次はボールをより多く触るために、いろいろなところを使いながらボールを触るのと、あとは自分の体とボールが離れないようにやるための方法の練習をしたいと思います。このようにコーンの周りをぐるぐる回りながら、ボールと自分の距離を縮めながら、そしていろいろなところを使ってボールを触りっぱなしにすると、そしてこれでタイムトライアルをして時間を縮めたり競争したりしてもいいんではないでしょうか。いいじゃん、はい、インサイド、そうそう、